台湾でうなぎの取引価格が例年の半分に暴落しました農業委員会漁業所は5月8日から6月末まで8種類のうなぎ弁当を高速道路のサービスエリア10か所で販売すると発表しました台湾のうなぎの輸出先は日本が97%で1位ところでここ2年間シラスうなぎの再捕量が増加 さらに、コロナの影響で日本への輸出量が減少したことを受けうなぎの取引価格が例年の半分に激減しましたうなぎの池入れ数量に関して台湾は最多10トまでとなる。 ここ数年、台湾における、シラスウナギの再保量は、5トン超えて、池入れ量も、5トン超えているため、ウナギの生産量が、以前の2500トンから7000トンに急増した。その上、コロナの影響により、海外のウナギの消費量が伸び悩んでいる。今こそウナギを食べる絶好のチャンスだ。農業委員会漁業所は、業者と提携し、日本風、台湾風味、ば焼きなど、 8種類のうなぎ弁当を発売すると発表しました台湾中南部雲林県の落花生とニンニク台湾の醤油ブランド元祖醤油など台湾産の食材を使い台湾のうなぎの美味しさを届けようとしていますこれらのうなぎ弁当は1個台湾原128元から850元。5月8日から6月末まで 高速道路のサービスエリア10カ所で販売されますなお財団法人台湾区うなぎ発展基金会もこの間台湾うなぎ地図を公開産地から食卓へとうなぎ愛好者はうなぎをたっぷり楽しむことができるということです。<music>